ウィリアム・アンブローズ、ビリー・ライトは、イングランドの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。小柄ながら、競り合いに強いプレーで有名。シュロップシャーの、アイアンブリッジに生まれる。ライトは1938年に14歳で、ウルバハンプトン・ワンダラーズ FC の B チームの試合で、デビューを飾った。後に8ヶ月間のトライアルを受けると、フランク・バックレイ監督に認められ。 翌1939年に15歳でトップチームへの昇格し、ノッツカウンティー FC 戦でデビューを飾った。彼は17歳の時にプロ契約を結んだが、第二次世界大戦の影響により、経歴の中断を余儀なくされ、戦時中の間はレスターシティのゲストプレイヤーとして、フォワードやディフェンダーなどでプレーした。1943年には体育教官として、 イギリス陸軍に入隊した。戦後、リーグ戦が再開されると、ライトもフルスのウルブスに復帰し、中心選手として活躍し、フットボールリーグ優勝3回と FA カップ優勝1回に貢献。1952年には FWA 年関西優秀選手賞を受賞している。1959年8月に現役を引退するまで一貫して、 ウルブスでプレーを続け、リーグ通算490試合に出場し13得点を記録した。イングランド代表としては1946年1月19日のベルギー戦で代表デビュー。FIFA ワールドカップには1950年の FIFA ワールドカップブラジル大会、1954年の FIFA ワールドカップスイス大会、1958年の FIFA ワールドカップ、 スウェーデン大会に3大会連続で出場するなど、国際 A マッチ105試合に出場し3得点を記録した。また1948年からは代表の首相となり、90試合で首相を務めた。なお、キャップ数はイングランド歴代5位の記録であり、ボビー・ムーアによって塗り替えられるまで10年以上に、わたって歴代最多記録であった。またイングランド代表史上において、 初めて100試合出場を果たした選手でもあった。なお、キャプテンとしての代表出場数90は、ボビー・ムーアと並んで歴代最多である。引退後は指導者の道へ進み、1962年にアーセナル FC の監督に就任した。就任最初のシーズンは7位で終えたが、徐々に成績は下降戦をたどり、1965から66、シーズンを14位で終えると、 1966年夏にアーセナルの取締役会により監督を解任された。その後はサッカー解説者として活躍。1990年にはフルスノウルブスの取締役会に加わった。1994年9月3日、胃がんにより死去、70歳没。彼の死後、2002年に生前の功績が認められイングランドサッカー殿堂に選出。 また2007年5月には BBC の BBC ミッドランドトゥデーという番組においてミッドランド最優秀サッカー選手に選出された。ありがとうございます。